走らない、ショーフライになった、どうだ、車で掴んだ、そしてなんと荒木が2塁にタッチアップ、キャッチャーファールフライなんですが、なんと荒木が2塁へタッチアップ、素晴らしい走塁を見せました。これで結局送りバントが形の上では決まったことになります。このプレー黒羽も懸命に取りました。ダイビング起き上がって2塁へ、荒木はもう打点を決めて、ひょっとしたらドラゴンズ勝つかもしれないという。そうですね、あ、ブランコドアラ被りましたね。ブランコドアラを被って、ヒーローインタビューですか。そうかもしれませんね。 だからこれ被ってるんですよ今ね。今日はドアラデーですから、はい、完全に詰まらされましたが、ショートの右方向のボールが止まりました。掴んだように見えましたが、反動でボールがこぼれてしまいました。記録はヒット。躍動さん、荒木としてはしっかりと追いついていたんですが、今ちょっと口を打ちましたかね、はい、ただいっぱいいっぱいのプレーだっただけに反動でボールが出てしまったというところですね、うん、ご覧いただきましょう、まあ、詰まるのは完全に詰まらされた打球だったんですが、いいところに飛んで、あ、網に引っ掛けるような感じで、やはり着地したときにかなりこう強くグラブが打ち付けられました。そこで出ましたね、はい、ここね、これも手首はやはり折るような感じでね、ボールが出てしまいました。口のあたりもちょっとこう今の動きで強打した荒木です。まさに砂を噛むような思いってやつですね、はい、そうですね、この表情です。が激しくなりました。バッターボックスはこの回先頭大島です。大島の打球はレフトへ上がりました。さあレフトが下がる、レフト下がっていく、下園が見送りました。ホームラン、8番の大島にホームランが飛び出しました。今シーズン第2号、三塁キャンバスを回りました。大島洋平今ホームイン、ドラゴンズ1点先制。3回の表、プロ初先発ルーキー小林宏、大島に一発を打たれました。雨の降りが激しくなったその3回の表です。まあ、ベンチで先ほど吉田コーチがこう低めにプレートアンパイアがゲームを止めました。選手が下がります。試合はこれから中断に入ります。横浜スタジアム、雨の降りが激しくなりましてゲームは中断に入ります。これはみんな大島選手にいろいろ言ってますけどね、冷やかしますね。そうですね、はい、これはゲームが成立したの時に大島選手のホームランが残りますから。ランナースタート、二塁送る、ワンバウンド、アウトです。井端盗塁失敗。これはタイミングは完全にセーフのようでしたが、細山田からのワンバウンドの送球、いいところに行きました。足がこれ審判の判断だとちょっと離れたっていうようなところだったんでしょうか。そうですね、ついてないっていうことなんでしょうね。栗畑悔しそうについてるっていうふうに、はい、動かずにアピールしてますが、ワンバウンドだったでしょ、はい、石川がこう上からなんかこう、ワンバウンドどんどん行った部分で、どっかにこうね、ブロックみたいな形になってたかも分かりません。やはり隙間ができるかもしれない。言うと山井投手、そして今日久松投手、勝投手になりましたけども、2イニングともインサイド強い当たりでしたが、木村フォースプレーはアウトだ。これは微妙だったですね。セカンド塁審の笠原さんはアウトを選しましたが非常に微妙です。荒木は抗議をして最後はポーンとお尻を叩きましたけれども、中日2点を先取しています。完全にクロスプレーというのがしっかり頭に入っているんで、うん、セカンドを落とし入れるというね、はい、ナイスランを見せました大島。今のは空振り、空振りだったんでしょうかね。空振り三振なんですね。荒木はもうバットに当たってると思って三塁に進もうとしましたが、もう一回ご覧いただきましょう。
これで、ああ確かに空振りなんですね。結局ランナーは二塁残塁。ここは岩田が三振の形になりましたが、しかし荒木のタイムリーヒットで追加点の1点が入りました。5対0です。うん、そうですよね、まあ、どちらにしてもこの回っていうのは、はい、先頭の上本がですね、こうそういう形で出ましたから、まあ、これをやっぱこの走者をいかにしてホームに返すかというね、もう一番ラッキーなそのイニングになるかもしれませんし、はい、伊藤純喜がマウンドにやってきました。プロ3年目この伊藤は20歳、まあ、すでに1勝も挙げていますし、まあ、生きのいいピッチャーですよね、このピッチャーは。うん、そうですね、はい、まあ、だから外が結果でこういう、まあ、2回とちょっとで、まあ、2回ですよ、2回でこういう降板するということは予期せぬ出来事なんですが、はい、次に登板させるこういう若手、一つはこれチャンスなんですね、まあ、だから若手に頑張れというエールを送りながらもチャンスを与え、そしてそのチャンスをものした時っていうのはチームに貢献するわけでしょ、はい、だからここに落合さんというのは余裕を持ってくるわけですから、まあ、そういった選手起用というのはこの辺はうまさを感じますね。まあ、そういう意味では今年はウエスタンリーグも中日がぶっちぎりで優勝しましたし、はい、この若手というのも、まあ、たくさんこう、ね、次を狙って人材豊富というのがドラゴンズですよね。うん、そうですね。ですからそういった若手がですね、はい、伸びるところというか、伸びるような方向に持っていきますよね。ですからチャンスの与え方っていうのもすごいですよね。はい、伊藤が現在投球練習を行っていますが、なんか投球練習でこれだけ場内が沸くっていうのもね、あえてこれしかし工藤さん、ワンバウンド投げているということではないんですか。じゃないですけど、まあ、多少なら急、はい、急いで作ってきたところもあるんで、はい、もしかしたら投球という、ね、球数が少なかった、体が出来上がってないかもしれませんよね。はい、キャッチャーの、まあ、ベンチから谷繁が笑顔を見せています。伊藤純喜、まあ、タイガース戦は今シーズンは一試合に投げただけですが、さあ平行カウント、外に構えた小田、これもフォー、これもワンバウンド、もうこれで何球ですかね。ねえ、なんか、まあ、アイスホッケーのキーパーみたいですよ。もうそうですよね、もう身を挺して、谷繁も人ごとだからちょっと笑っていますが、谷繁が一番わかるわけですからね。そうですよね、その痛みというのも、まあ、それにしてもナイストップですよね。そうですね。さあ、それでは見事に球団初のリーグ連覇を成し遂げました、今年で退任します落合博満監督の挨拶です。ドアラにエスコートされながら落合監督が登場しました。さあ、加藤コミッショナーから2011セントラルリーグ優勝ペナント授与です。このペナント獲得するために選手は144試合戦い抜きます。谷繁選手に預けましたか。さあ、谷繁選手が優勝トロフィーが授与されます。力強くそのペナントを掲げました。そしてトロフィーの授与です。フラッシュがたかれます、名古屋ドーム。まあ本当に選手にまたすぐに渡して、今度は森野選手がトロフィーを掲げています。本当にまだまだね、オフシーズンありますけれども、本当に強いドラゴンズを今年1年また見せてくれましたね。まだまだクライマックス4シーズンありますからね、
ぜひ完全優勝というのを言ってみたいですよね。2007年はリーグは2位でしたからね、本当の意味でドラゴンズにとっては1954年昭和29年以来のねリーグチャンピオンからシリーズを制して真の日本一に輝くというのが、まあ、落合監督にとっては本当に優秀の美ということになるんでしょうね。ドラゴンズが2011年のセリーグを制覇しました。そして今日この優勝セレモニーが本拠地名古屋ドームで行われています。本当に戦い抜いた選手たちの晴れがましい表情、そしてファンの笑顔、名古屋ドームが興奮の渦に包まれています。ドラゴンズ球団史上初の2年連続優勝になりました。ラストゲームもドラゴンズの勝利です。高木守道さん、小松佐藤さんのお話でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。